今日のデイイリーマインドセット今日のテーマは止止まるな進め止まるるなな進進めでこれはどういうことかっていうと今日私ですねあの速度違反のやつでですね宮崎検察庁というところに出頭してきたわけなんですね。 なんか、まあ、その支払いですよね、罰金の支払いを忘れててで神戸にいるもんですからでも住所が宮崎なもんですから、まあ、宮崎にいろいろ請求書が行ってたみたいなんですけどその辺の意思の疎通がきちんと取れてなくて連絡がでなんかあれ放置するとなんか検察庁に行かなきゃいけないっていことでですねでまあ、行ってきたわけなんですねなんか半日ぐらいかかりますよとかって最初言われてたんですけど何のことはない1時間半ぐらいで全部終わったんですけど。 なんだそれっていう感じだったんですけどまあ行ってきてなんか受付してで裁判命令みたいな罰金が確定して1万5,000円で検察庁で払っておしまいっていうまあそれだけの話だったんですけどねで行ってきてちょうどそれ帰る時がですね昼前11時過ぎぐらいだったんですね。で、その検察庁 総合庁舎って言いましてなんかいろんなのも入法務局とか検察庁とかあと何が入ってるか分かんないですけど、まあ、放送関係のですね、えー、総合庁舎になってて一つの大きな建物であるんですね10年前ぐらいに建った建物があってでそこだったんですけどでちょうど私が1回降りた時にですねエレベーターで上がる人がいてで声が聞こえたんでパッてこう見たらですねお弁当屋さんだったんですね。でホッットトモのの配達の人で で11時過ぎですから、まあ、ちょうど一番忙しい時間帯なんですね配達の人にとって11時から12時っていうのがもうあの書き入れ時といいますか、まあ、ものすごい一番弁当屋っていうのは12時からが忙しいんじゃないんですよ時11時から12時が一番忙しいんですねあの配達で12時の休憩の時までに配達を終えている状況にしなきゃいけないものですから12時からの昼休みで買いに来る人もいますけど、まあ、大体それは店頭系なんですよね 事前に予約もらってる配達っていうのは、まあ、11時から12時までが勝負っていう感じなんですけどでそれ見てですねでそのホットモットの配達の人まあ私もあの10年前はあちょうどお弁当屋さんやっててですねまあ当然何度も何度も自転車ですれ違うわけなんですねで「おどう儲かってる?」とかっていう感じで「おっかってるね」とかよく言ってくれる人だったんですよすごい仲いい人でまあすごい仲いいっていうかまああの 毎日会うもんですから <laughs> ですから当然顔見知りになりますよね。でお互い弁当やってること分かってますから。でほっともっとあのオーナーさんの弟さんかなんかなんですよその人っていうのは。で、ね、オーナーさんっていうのはあんまいい顔しなかったんですね。あの米がよく切れるんですよライスが。で、想定 ホットモットさんとかないわけですよ。あそこは3章5章釜で3章だきってするんですね。まあまず余計なことで、あ違う、3章釜で、えー、3章釜、三章の、えっと、8割だから3十24、十四かなんかで炊くんですよ。まあ、よく分かんないですね。要は釜って10章,10章だけ、私たちは10章だけの釜使うんですけど、10升だけで10升炊いたってうまくないんですよ。10升だけで8号、8号じゃない、八章炊くんですよね。 っていう感じでやるんで、向こうは確か3升まで8ですから24っていう感じで2.4四炊宅って感じで、それをいっぱい釜持ってるんですよ、ットモットさんとかで、要はうまいんですよ、米が。で、私たちも米が切れた時なんか、要は注文が入っても米が切れるってことあるんですね。そういう時っていうのは、ットモットさんに行って米だけ買うんですよ、バーっと。で、そういう時に、その弟さんっていうのは、わいいよいいよって、おい、いいね、注文入ってとかっていうか、バーってよそってこう、あの、 買わせてくれるんだけどオーナーさんの時っていうのはオーナーさんの時もあの背に腹変えられませんから買いに行くんですけどでもやっぱ同業他社に売るわけですからあんまりいい顔はしてなかったっていう感じなんですよねまあそういうことがあったんですけどその弟さんまあ10年前なんかにだから顔見知りでこう挨拶とかするぐらいの人がいたわけですけどその人が弁当配達する姿ところにちょうど出くわしたんです私も10年前そこのまさに検察庁とかに弁当配達していたわけですけどね。 でそれをパッて見た時にですねやっぱり何とも言えない気分がやっぱりしたわけなんですね。うん、その人は10年前と今時が止まっているんですよね10年前も今日は雨だったんですものすごい雨で雨の時というのはまあ配達の注文というのは多いんでいいんですけどね、まあ、そういうような注文があってでまあ配達されていたカッパを着て自転車で配達をされていたんですね。 でまあ、私下手にいてい時ときぼーっとしてたんですね行ったら、まあ、上に配達に上がったですぐ降りてきますから次の注文ありますからでカッパ来てで自転車に乗っていくところっていうのをじーっとこう見てたんですねた時にああ10年前と時が止まってるんだなっていうことを思ったんですよ本当は分かりませんよ いろんな部分で進化しているのかもしれませんけど私から見てって話です私から見て10年前もこの人は雨の日に同じように配達してた私も10年前雨の日に自転車とか原付きバイクで弁当を作って配達してたでも10年経った今私はこうなったでその方は同じようにまだ配達をしているまあオーナー一家ですからあの経営側ですから雇われとは違うんですけどねまあやっているんだなっていうことを思った時に何とも言えないこう うーんってこう思いにふける部分っていうのがあったんですね。で人間っていうのはやっぱりこう進化していかなくてはいけないなって思ったんです。その人がしてないって言ってるんじゃないんですよ。分かんないですから。いろんなものがあるのかもしれませんけどあくまでもそれは一つの考案として私が受け取ったということですよ。その状況を見てですね。で進化しなきゃいけないなっていうことを思った。やっっぱり10年前のの私私と今の私って、 仕事もそうですし、考えていることもそうですし、スキルもそうですけど、やっぱり全然違うんですよね。もう全く別人というぐらい違うわけです。まあ、それはそうですね。仕事一つとっても、あの一弁当屋の一オーナーだったのが、今。まあ、こういうような形で仕事をするに至っているわけですから、まあ、全く違うわけなんですよね。今は沖縄でも北海道でも、私を知っている人がいる。 わけですねその当時は当然そんなわけはなくて宮崎市という県の中の宮崎市の中のごくごく一部の世界だけで私を知っている人がいるというぐらいのものだったわけですけどそれが全く変わったわけなんですよねかたわったわけでですからまあやっぱり常にですね進化し続けないといけないなということをやっぱり思ったんですよねで停滞するとこれはもう終わりですから停滞イコール終わりなんですよね 成長イコール維持であり成功だったりするんですけどこれちょっと難しいですかねピンとこないですかねあの人間って止まったらキープってできないんですよ止まったら破滅に向かうんですね破壊に向かうんですねですから事業っていうのは維持させようと思ったら維持ってできないんですよ成長させて初めて維持なんですよ感覚的に難しいとこ分かりますかねものすごい成長自分が成長すると事業っていうのは少し成長するんですよ で自分が維持だとその事業とか自分っていうのは破壊の方に向かうんですね破滅の方に向かうんですよですから成長させて初めて検証として維持とかこういう感じに見るんですねですから成長なき自分っていうのは破滅に向かうんですよね破壊の方に向かっていくっていうところがあるのでですから本当にすごい勢いで成長さすあのしていかない限りはなかなかキープって難しいんですよね ですので、す、ま、の、あ、本当にこう成長とかあの勉強とかっていうことをすることがまあ大事であるなということを本当に思い知ったわけなんですね。ですのでなんか聞こえますね。で1年前の自分とかっていうものを振り返ってもですね、えー、なんかこう私は本当別人のように感じるんですよ。なんかこう赤ちゃんのように感じるっていうところがあって。 うんまあ、赤ちゃんは言い過ぎかもしれませんけどでも気持ちの上ではそれに近いところがあるんですよもう本当にペイペイだなともう外に出すのが恥ずかしいって思うぐらいにですね1年前の自分ににいても未熟に感じるんですねでそれはまあ頭の中で覚えてるということもありますし私一問一答でコラムとかも書いてるもんですから今日、まあ、一問一答の解説なんかもやってますけど、まあ、解説なんかも未熟っていうのを痛感します。え1年前でもででもすすかってそうなんですよ 1>, 1年前はもう始めて6年だってるわけですけどやっぱり未熟なんですよ今の私から見ると解説の仕方がですねですし、うん、コラムの内容っていうのもまだ多いなってことを思います、まあ、もちろん来年の私は今の私を振り返ってそういうふうに思うんでしょうけど、まあ、思っていいと思ってるんですよ思ってしかるべきということですね思わなかったとしたらちょっとその部分において成長が止まってるってことですから でですすから本当に勉強とといいううのは永遠だなということですね、まあ、人間というのはともすればまあ安定思考に走ってですね守りに入りたくなる時ってあると思うんですよね。このままキープしたいとかこの状態が続けばいいとか思うことってあると思うんですけどですけどそれは本当にあの破滅の道になりますからやっぱり発展繁栄というものを考えた時にはですね止まることはできないんだと永遠に伸び続けるしかないんだということですね。まあ、そののの一つ真理というものをこう 感じていただけたらいいかなというふうに思います止まるな、進めこれが今日のデイリーマインドセットです